スタートしました。ほぼおっと16番のルナフォンターナ後方からになりました。コーラッシュは2番の坂城ロイヤル、1番テイエム大砲、そして押して押して外から4番シゲルアセロラ、5番の名将イザヨイが続いていって今4番手、その内から3番のシルバーグレイズ、8番のサザンブレイズ、3コーナー回っていきました。7番マッキーコバルト、外から9番のアルマリンピア、3、4コーナー中間残り800切って縦長です。あとは追い上げてきた15番のダノンウィスラー、その内から11番大名桜、12番名将ヤタロ、そして6番の名将津軽がやや離れての追走で、あとは14番キングオブロー、残り600切りました。後方3頭は内にコースを取った16番ルナフォンターナ、10番ビキニブロンドは最後方、そしてその最後方から13番アグレスウィッシュが追い上げに入っています。4コーナーカーブ400切って直線コースに向かいました。2番手から先頭に変わろうという4番のシゲルアセロラ、粘っているうち1番のテイエム大砲、間から坂城ロイヤル、外からは5番の名将イザヨイが追い上げて残り200を切りました。その後追い込み勢はどうか、中をついて3番のシルバーグレイス、外から一気に後方待機、16番ルナフォンターナ、9番アルマリンピア、そして追い込んできた6番名将津軽3番手、16番ルナフォンターナゴール、9番のアルマリンピア2番手に上がってきました。